石狩市八幡の国道で今朝7台が絡む多重事故があり3人が搬送されました。いずれも軽傷とみられています。今日午前9時ごろ、石狩市八幡2丁目の国道231号でトラックが雪山に突っ込んでいる、車と車が接触していると110番通報がありました。警察などによりますと7台が絡む多重事故で40代と30代の女性、4歳の男の子の合わせて3人が体の痛みを訴えて病院に搬送されました。いずれも軽傷とみられています。事故当時現場付近は吹雪いていたとみられ、警察で詳しい事故原因を調べています。